った、たまった。よしよし、たまったよ、お金が。これで、ね、鏡さんに買いに行こう。あ、お店屋さんがある。どれにしようかな。ダメか、どれにしようか。なにこれ、これでもいいな。なにこれ、めっちゃでかいじゃん。これがいいよね。すいません、これいくらですか。店員さんいないし、お店屋さんだよね。すいません。はい、いらっしゃいませ、お待たせしました。お店屋さん来た。何が欲しいですか。おすすめはこれです。どう、この大きいのいくらですか。こちらですか。こちら5000円になります。安いよ安いよ、どうぞどうぞ。高すぎるじゃん。400円じゃ足りないな。じゃあおまけして500円。500円かい。あと100円足りないな。400円しか持ってないんだから。でもこれもともと5000円するんだから。ちょっとお手伝いしてくれる。お手伝いだったら400円にするけど。じゃあ私見せますね。じゃあよろしく。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。すいません。はい、大きいの何ですか。ポテトチップスです。いくらです。500円です。あー安い、ちょっと買ってくわ。これはダメです、私が買うの。いや、でも並んでるじゃないですか。5万円高いから持っとくわ。これはバナナです。あ、いくらかしら。400円。ありがとう、じゃあね。もういいっしょ、帰るから。これ絶対鏡さんに喜ぶ。鏡さん、いいものがあるよ、来て。よいしょ、よいしょ。なんかしおれちゃってるわ。もう全然ニコカ姫使ってくれないからじゃん。こんなんなっちゃって。私が修理してあげなくっちゃ。そして私が使うんだけど、リココ姫呼んでる。またバレた。リココ姫また怒ってるかな。そう、なに、あ、呼んだでしょ。待ってたんだよ。あのね、いつも鏡さんが優しいから、カニさんにプレゼントがあるの。マジ？なに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 。じゃじゃん。なにこれ？じゃじゃん。ありがとう。なんだこれ？なんだろう。ポテトチップスだ。こんなにも？やったー。めっちゃ入ってるやん。ちょっと数えてみよう。あ、待って、ここに書いてる。26個。多くね、これ。いいの、リココ姫。いいよ。どうしたのこれ、高くなかった。バイトして買ったのよ。たらー、すごい。リココ姫、一緒に食べましょう。ありがとう。ポテトチップスの味がする。こんなにも食べれるかしら。よし、あと全部もらうね。1ヶ月分のおやつができたわ。もしや、あの馬車、こんなプレゼントもらったら大丈夫かな。できた、できた。ありがとね、リココ姫。どういたしまして。じゃあまた来るわ、バイバイ。よし、マダに戻ったよ。ココ姫に返すか。あなた、これ忘れてるでしょ。私あげた馬車、こんなぺっちゃんこだったからね。だから私が元に戻したんだよ。あ、忘れてた。もう王子様に会いに行くってさ、行かなくってさ。私もらおうと思ったからね。けど直して持ってきてあげたからね。ありがとうね。乗るわ。じゃあ帰るわ。潰れちゃうから。
けたのに。大丈夫。入ります。ほら、ちょっとへこんだわよ。それは気のせいよ。気のせいちゃうわ。じゃあね、バイバーイ。あー、待って、私もう帰ろうと思ったのに。もう私の家は置くところがないわよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあくれるのかな。その代わりこれをちょうだい。じゃあこれいらないわ。え、じゃあこれ欲しいの。これ欲しい。リココ姫がくれたんじゃん。もう食べたい。おいしかったからさ、一袋あげたのに。じゃあこれちょうだいわよ。ダメだわよ。どっちかにしなさいよ。私実家に帰るから。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。